アレクサンドル・クシャルスキは、ポーランドの肖像画家。大人になってからはフランスに住み着いた。彼自身は作品に、クーチャースキーとサインしていたが、カチャースキーという表記もよく使われる。フランスでは昔、クーアスキーとも表記された。ポーランド語名は、アレクサンデル・クハルスキー。ワルシャワに生まれた。少年時代から、ポーランド・リトアニア共和国最後の国王。 スタニスワフ・アウグスト・ポニャートフスキに仕えた。イタリア出身の画家、マルチェロ・バッキアレッリから絵を学び、1760年に国王の出資でパリへ渡り、1769年にかけて王立絵画彫刻アカデミーでジョゼフ・マリー・ビアンやシャルル・アメデー・フィリップ・バンドーに学んだ。ポーランド王はクシャルスキを 歴史画家にさせるつもりだったが、本人が肖像画家になったため、悲喜をやめた。1776年から78年にかけ、ルイ5世ジョゼフに仕えた。クシャルスキは、パステルや油絵を用いた上半身の肖像画を好んだが、合手の時もあった。フランスやポーランドの貴族が、主な顧客で、後に、ルイ15世とマリー・レグザンスカが結婚すると、フランスの顧客が倍増した。 1789年に、エリザベート・ルイーズ・ビジェルブランの元を立ち、マリー・アントワネット先属の画家となった。彼女や王室の子供だけでなく、ランバル公妃・マリー・ルイーズ、アルトワ・ハク、アルトワ・ハクシャク夫人、エカジェリーナ2世の肖像も描いた。ルイ17世など、激動の時代を生きたフランス王族の肖像画で、最もよく知られる。最後の肖像画は、 マリアントワネットを描いた1793年のもので2003年5月21日のオークションで売り払われた。フランス革命中も王室に対し忠誠を尽くした。引退後はルイ18世から賜ったパリ近郊のサントペリーの邸宅で余生を過ごした。作品にはクーチャースキーと署名していた。ありがとうございます。